聞きいただきありがとうございます。東京 FM 日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツ、ここからの30分間は私たちホワイトスコーピオンがお届けします。第1回目放送担当はホワイトスコーピオンのチョコと、ホワイトスコーピオンのエースと、ホワイトスコーピオンのハンナです。この3人でお送りしていきます。イエーイ、よろしくお願いします。ホワイトスコーピオンって誰という方もいるかもしれませんが、私たちの自己紹介よりも重要なことを先に言わせてください。せーの、日本直販さん、ご提供ありがとうございます。これからよろしくお願いします。はい、ということでこの番組は日本直販さんプレゼンツでお送りしていきます。日本直販さんは店舗には売っていない斬新高品質な商品を販売している老舗の通販ブランドです。キャッチーなテレビショッピングでおなじみです。ラジオショッピングといえば日本直販の超有名企業さん。そんな日本直販さんがまだまだペッペの私たちの番組についてくださるなんて、ありがとうございます。嬉しいね、本当に。日本直販さんの凄さを知っていただいたところで、改めて私たちについて紹介させてください。私たちホワイトスコーピオンはメタバースや NFT などの技術を駆使したバーチャルなグループ活動を目標としたアイドル 3.0 プロジェクトで生まれた11人組アイドルグループです。純真さ、誠実さ、ホワイトを持ちながらも強さ、スコーピオンも兼ね備える、そんなグループになってほしいという願いからホワイトスコーピオンと名付けられました。2023年10月に結成したばかりのまだまだ駆け出しの私たちですね。暗号資産 NIDT を使って応援する新時代のアイドルグループとなっていまして、限定イベントへの招待、 NFT の付与などの特典もあります。こちらちょっと難しいので、詳しくはホワイトスコーピオンの公式ファンクラブを見ていただけたら嬉しいです。ホワイトスコーピオンの宣材写真やホームページを見ると、こうシュッとしていてクールな印象があるので、番組に呼ばれてもすかして喋らないとか、アーティスト気質な人たちなんじゃないかなとスタッフの方々は心配されているようなんですけど、実際どうですか？全然そんなことないよね。ないよね。心配ご無用です。楽屋とかめっちゃ騒いでて、うん、元気なんで、スタッフさんたちとか、うん、よくうるさいって叱られたりしますじゃあもう今日はそんなね、もう賑やかな私たちも知ってもらえるように頑張りましょう。はい、はい、緊張です ね。やばい。ハンナちゃんとかさ、うん、まだ初めてでしょ？そう、ラジオ初めてで、うん、なんかいつもだったら動画とかで表情とかも分かるのに、うん、こういうラジオとかって声だけじゃないですか、うん、そうだよね。だからすごい皆さんに伝わってるかすごい不安なんですけど、ね、頑張りたいと思います、うん、ね、なんかエースと私もまだ1回だけなんか読んでいただいたことはあるけど、本当にもう全然経験がないから ね。緊張するけど、でもホワイトスコーピオンのね、良さを伝えられるように頑張りたいと思います、うんね、頑張りましょう。今日はそんな私たちが日本直販さんのお力をお借りしながら、表の顔も裏の顔も見せびらかしていく番組が、この日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツです。これを聞けばホワイトスコーピオンの全てがわかるかもしれない取扱説明書的ラジオプログラムとなっていく予定です。今週は私、チョコとエースとハンナの3人でお届けしているのですが、週替わりで登場するメンバーは変わります。でも聞くところによると、来週もチョコは出演するらしいんですけど、うん、ハンナずるくない？ずるい。私も出たいよ。私も来週も出たいです。ちょっと皆さんうるさいです。私は MC 担当なのでいいんですMC にね、選んでいただいているので、もう基本毎週出させていただくことがもう決まっているので、もう仕方ありません、決定事項です。まあでもちょっとこちら私も怖いんですけど、まあ、あくまでも今仮 MC らしくてですね、ちょっとあまりにも私がポンコツだった場合、 MC チェンジの可能性もあるとお聞きしたので怖いんですけど、もうもしかしたら他のメンバーにもチャンスがあるかもしれないとのことなんですけど、私たちはもうその座を狙うべく、はい、一生懸命頑張りたいと思います、はい、
でもすごく上手だなって今聞きながら思っていました。やっぱチョコはアニメが好きだったりとかもするので、うん、こういった声のお仕事がすごく上手だなって思います。あ、嬉しい、うん、声のトーンとか、うん、こう喋るとこ変えててすごいなって思った、うん、本当に、うん、ありがとう。もう国語のさ、小学校の時の課題の音読とかめっちゃ頑張ってた。生かされてるね、生かされてる、うん、じゃあまあちょっと MC の座は譲らないぞということで、ちょっと覚悟のもと頑張りたいと思います。ここからは私たちのプロフィールを簡単に紹介していきます。ただし時間を設けないといつまでも喋り続ける恐れがあるので、 PR 時間は約20秒間となっているそうです。じゃあまずは私チョコの自己紹介です。いきます。こんにちは、私チョコです。高校2年生17歳です。東京都出身です。私の特技は自作 PC や乗馬などです。趣味はアニメやゲーム、そして動物が大好きです。ホワイトスコーピオン内での立ち位置としては、まあ、ちょっとあざとい担当をさせていただいてます。キルキル。性格を一言で表すとポジティブ。最近ハマっていることは食品サンプル。すごい早口だった ね、 ね、すごい。どうだったかな。でも全部詰まっててよかったよ、うん、あ、本当に。なんか気になることとか、あ、食品サンプルってちょっとハテナが飛んできたんですけど、うんうん、最近その食品サンプルの専門店に結構行ってて、うん、特にその最近のお気に入りの購入品としては、うんうん、あの本の挟むしおりあるじゃないですか。あれが私サーモンの食品サンプルのしおりを最近手に入れまして、そのアニメとか好きって言ったと思うんですけど、うんうん、その原作のラノベだったりとかもよく読むので、それの間に挟むしおりとしてサーモンを使ってます。あと、うん、メンバーのココの誕生日プレゼントが、うん、なんかちょっと特殊だったっていうお話を聞いてるんですけど、ちょっと聞いてもいいですか。はい、そうですね、あのココの大好物が唐揚げということで、ちょっとやっぱサプライズしたいなと思いまして、あのまず普通にあのヘアマスクをそのちゃんとおしゃれなお店で買ってちょラッピングしていただいたんですけど、その中にあの私行きつけの食品サンプルの専門店で買ったあの唐揚げのキーホルダーをちょっと隠してラッピングし、一緒にラッピングしてくださいってお願いして、それでちゃんとココの一緒にもその場で開けてもらって、ココにもちょっとそのリアクションを見たいなと思って、もうバッチリ、え、唐揚げって、もうすごいいいリアクションが見れたので、私としては大満足です。行きつけの食品サンプル屋さんがあるって時点でちょっともう、ね、すごいですね。ね、だからみんなもちょっと大好物を教えてもらえれば。あ、いただけますか。はい、そう、誕生日は期待していてください。はい、じゃあ次は私エースが自己紹介やらせてください。いきます。はい、こんにちは、はじめまして、エースです。福岡県出身、高校2年生の17歳です。趣味はスノボ、料理が得意です。決め顔のやってみたいと思います。ホワイトスコーピオンでのキャラクターは模索中です。実はかなりインドアでネガティブな性格なんですけど、元気に明るく今日は頑張りたいと思います。皆さん最後までよろしくお願いします。あ、イエイエイヨー。はい、ちょっとなんかすごい早口で頑張ってました、うん、最後えいえいおで締めてましたけど、決め顔もしてたけど、ね、決め顔やってみました。ちょっとラジオでは伝わらないと思うんですけど、うん、どうでしたか、うん、決め顔可愛かったよ、ありがとう。あとちょっとよく作る料理とか聞きたいなって思ったんだけど。そうですね、私がよく作る料理は、うん、ハンバーグとか生姜焼きとか、ちょっと家庭的な料理作ることが多いです。これはちょっと作ってもらいたいな。あ、ね、ぜひぜひ。食べたいね。食べたい、うん、なんかリクエストとかしちゃいなよ。あ、何が食べたい。私オムライス食べたい。おお、あ、そうだね、待って、得意ですよ私。ぴったりだ、やばいやばい、食べたい、ね、かわいい。じゃあぜひちょっと2人で、うん、Sのお家に食べに伺おうかな。ぜひ来てください、待ってます。楽しみです、ありがとう。では私次ハンナが自己紹介をやらせてください。ハンナです。最年少最高身長の兵庫県出身です。誕生日は12月17日です。趣味は、ゲーム、ダンス鑑賞とかお菓子を食べることで
特技は新体操と走り高跳びとか二重跳び三重跳びもできます。おと最近ハマってることはフィギュア集め、うん、してます。性格は好奇心旺盛、よろしくお願いします。おすごい、結構体育会系なの？私中学校の時に陸上部に入ってて、うん、走り高跳びをしてました。そうなんだ、すごい、ね、ちょっと私チョコは結構運動神経が悪いので。同じくです。すごいな、え、足も速いじゃん。足もまあ走れます。背も高いし ね、スタイルが良くて足が長いから、だから運動神経はいいんだ ね。お菓子は特に何が好きなの？お菓子はグミ好きで、スナック系も好きなんだけど、あの常にカバンの中にグミが潜んであります、ね、そんなイメージあるね。いつも食べてる気がする。じゃあちょっとなんか今聞いたところによると結構3人とも私たちゲームが趣味だと思うんだけど、あれだよね、ハンナちゃんとは一回一緒にフォートナイトを、ね、そうしたの、やったことあるの。そうなの？しかもあの私 の父と弟とハンナちゃんとで、そう4人でねスクワットで、うん、やったの。すごいね、ファミリーと、うん、そうね。エースはなんかゲーム何やってるの？でも私も結構フォートナイトとかこうバンバンっていうのもやるけど、っていうよりはのほほんとしたなんか集まれ動物の森とか、うん、なんかマインクラフトとか、結構自分のペースで進める系のゲームが多いかもしれないです。そしてハンナとも約束してるんです。私マイクラを、私も好きなので、うん、あ、そうなの？一緒にやろうっていう約束済みです。わ、ちょっとずるいので。フォートナイトはまあ3人でね、そうだね、できそうだね、入れてください、うん、ということで今週はこんな3人でお送りしていきます。ではオープニングはこの辺で、まず1曲お聴きください。記念すべき1回目の曲はこれしかないということで、私たちのデビュー曲です。ホワイトスコーピオンで眼差しスナイパー。この番組は日本直販の提供でお送りします。日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツ。日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツ、 MC のホワイトスコーピオンのチョコとエースとハンナがお送りしています。この日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツは土曜日の夜9時に放送されていますが、二人は普段この時間帯どんな風に過ごしてますか？でももう私はベッドの上でゴロゴロしてることが多いかもしれないです、うん、結構私は寝る時間が早いので、もう早めにお風呂に入ってテレビを見たりしてることが多いですね、うん、なんかエースさ、うんうん、お風呂の後のスキンケアいつもすごくない？そうなんです。私は結構ホワイトスコーピオンの中でも美容が詳しいんじゃないかなっていう自信があって、スキンケアにめちゃくちゃ時間がかかります。1時間とかしちゃう時もあります。すごい、でもこだわりなんですね。もうそうなんです。ハンナちゃんは何してるの？私もだいたいゴロゴロしてるんだけど、うん、SNS、うん、各自持っているので
その更新を、まあ、よく9時にすることが多いので、うんうん、コメント投稿文書いたり、うん、写真撮りにしようかなとか見てる時間なのかなって思います。はんなちゃんさ、うん、あの SNS とかの挨拶あるよね朝昼晩とあるよね、うん、朝は、うん、おはんなでお昼がこんにちはんなで夜がこんばんはんな、こんはんな、こんはんなか。そうなんです。この後半なは私がちょっとこれがいいんじゃないってハンナに言った挨拶でして、もともとこんばんハンナって言ってたんだけど、うん、後半なってなんかこんばんはに語呂似てないって言って後半なになったんだよね、うん、そうじゃあそれをもう夜9時に使ってツイートしてるのね。そうあ、ここで番組スタッフさんからこんなメッセージが来てます。日本直販さんがスポンサーについてくださっているので、夢はでっかく番組で商品開発実現できるかどうかは置いておいて、3人はどんな商品作ってみたいですか？ちなみに番組開始前の会議では日本直販さん何でも作れますとおっしゃっていました。おお、え、何でも作れるってよ。どうしよう、ね、それは真剣に考えなきゃ ね。そうだね。え、エースなんかこれ作りたいみたいなのある、ね、私はさっきも言ったんですけど、うん、美容大好きで、ね、中でも美容家電がめちゃくちゃ好きなんですね、うん、美容家電マニアなので、うん、お肌の保湿もしつつなんかキュッと小顔にできるような美容家電があればいいなって普段ずっと考えてて、うん、それをちょっと私がデザインして私のメンバーカラーなど使って、うん、ちょっと可愛らしい美容家電作れたらいいなって思います。いいじゃん、ライトブルーだもんね。そうなんです、ね、ライトブルーなんですね。いいね。じゃあもう絶対可愛くてなんか女性ファンの方にも喜んでいただけそう。本当ですか？じゃあ、うん、ぜひぜひよろしくお願いしますはんなちゃんは？はい、私はお菓子が好きで、うん、特にグミが好きなので。ああそうだね。グミ、ハード系のグミで、うん、メンカラー、うんうん、11人のメンバーカラーを、うん、こう取り入れて、うん、味もそれぞれの、例えば私はレッド赤なので、うん、いちご味のグミとかにして、うんうん、パッケージは自分たちで書いたオリジナルのいい、ね、パッケージのグミを作りたいなって思います。いいじゃん。じゃあ私はライトブルーなのでソーダ味とかかな。いいいいいい。じゃあライトピンクだから、え、何味がいいかな。桃とかどう？桃いいね。桃味にしようかな。めっちゃいい。いい？よろしくお願いします。ぜひ。じゃあそんなチョコは？私はやっぱチョコが大好きなので、うん、チョコプレゼンツのチョコレートを作りたいなって思ってて、あと結構私生チョコが好きだから、うん、生チョコ系でやりたいなって思ってるのと、あとすごい自作 PC 組んだりとかゲームも大好きだから、キーボードをそのチョコのデザインでやりたいなって思って、例えばまあ私の顔が印刷されたりとか、あとチョコレートが垂れてるデザインにしたりとか、可愛い、もうこだわりが詰まったキーボードを作りたいなって思ってるので、よろしくお願いします。めちゃくちゃいいね。日本直販さん、そして番組をお聞きの皆さんからの反響次第ではもしかしたら番組商品開発が実現するかもしれません。 SNS や口コミで番組拡散よろしくお願いします。日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツ。散々内容のない話をしてきましたが、ここからは聞いて得する日本直販情報をお伝えする日本直販レコメンドのお時間です。しかし私たちだけじゃ日本直販さんの素敵な商品の魅力を伝えきれるか不安ということで、ワンダフル日本直販プレゼンターのこの方に登場していただきます。はい、ワンダフル一ノ瀬ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかワンダフルなんていう風に呼んでいただいて嬉しいけど、ちょっと初めましてなんですよね、みんなとね、はい、ちょっとね、キラッキラ、嬉しい、本当にありがとうございます。そんなね、ちょっと今日はキラキラオーラをね浴びながら、私がね毎週日本直販えりすぐりの商品ご紹介していきます。今日ご紹介するのはとびっきりの完熟梅。
紀州南高梅完熟つぶれ梅。おお、梅干し好きな人。はい、梅干し大好きです。いいね。そう、この梅干しね、もともとは1キロ6000円以上するっていう贈答用クラスの超高級品なわけですよ。でもそれがほんのちょっとだけ薄皮がね破れただけのつぶれ梅を集めて、もう味はそのまんまで、お値段なんと半額以下。お得。いいんですか。すごくない。そう、でもこのつぶれ梅って言っても、見た目も本当にちょっと待って、どこがこれつぶれてるのっていうくらいすごく綺麗な梅干しなんですよ。じゃあどうしようかな、今日この紀州南高梅完熟つぶれ梅食べたい人。はい、早い、みんな早いわ、みんな早い、はい、どうしよう。でもなんかね、今日は本当初回とは思えないくらい素晴らしい MC をね、ちょっと頑張ってくれてるチョコちゃんにあげちゃおうかな。やったー、嬉しい。本当はみんなにあげたいけど、今日は特別にチョコちゃんだけ。ありがとうございます。食べてみて。あ、梅、ね、見た目ちょっとどう、つぶれてないでしょ。本当につぶれ梅ですかね。なんかさっき薄皮が破れてとかおっしゃってたと思うんですけど、そう、どこが綺麗だよね。しかも大きい。そう、ちょっと持った瞬間さ、どう、柔らかいですし、でも重みもずっしりあって、ね、そうそう、食べ応えありそうな感じでしょ。ありそう。召し上がれ。いいんですか。どうぞ。いただきます。おいしそう。見てこの表情。おいしい。すっごい美味しい。本当に本当に美味しいよね、これ。しかも皮の、なんか破けた瞬間の中の、もうジュワッとした感じ、そうなの、すごいです。もうさ、本当にトロットロ で、口の中入れると本当に溶けそうなくらい柔らかくて、でさ、こうさ、なんか唇で軽くなんか挟むだけで、この薄皮がプチって弾けてさ、で中からそのね、トロットロの柔らかい果肉がジュワーッと溢れ出してくる感じ。今さらにもう一口いただいているんですけど、はい、やっぱまずその酸味が来たなと思ったら、後からどんどん甘さもやってきて、そう、もうバランスが素晴らしいんですけど。素晴らしいコメントでございます。素晴らしいです。ちょっと食レポ最高です。本当ですか。え、私、ね、もう開いた口がすごいなんか口の中酸っぱくなってきちゃいました。そう、本当に食べ出すと1個2個3個って止まらなくなっちゃう美味しさなんですよね。で、これほどのこの味と香りが楽しめるわけっていうのは、太陽の光をね、たっぷり浴びて、もう弾けんばかりに完全に熟したこの完熟梅だけを贅沢に使ってるからなんです。ただ熟してる分、皮がね、柔らかいから。ですよね。そう、だから漬け込む時にどうしてもやっぱり破れてしまう梅干しが出ちゃうの、つまりつぶれ梅ができるっていうのは美味しい梅の証拠なんです。そうなんだ。そうなんです。やっぱりそのままね、こういう風にしてあのチョコちゃんみたいに食べても美味しいんだけど、私は実は今朝朝ごはんに炊きたてのほっかほかのご飯とこの梅干しを一緒に食べてきました。もう、絶対美味しい。おかずいらない。うわー、羨ましい。あと私的におすすめなのは、ご飯と一緒もとっても美味しいけど、 あったかいおうどんね。うわ、とろっとろのこのね、果肉をお箸でちょっと崩しながら食べると、ね、スープにさ、お出汁にさ、甘酸っぱい梅の香りが広がってたまらないの。大きいけどお腹空いてきちゃった。なんかどんな風に食べたいとかある？エースちゃんとハナちゃん。でもそうですね、先ほど言ってらっしゃったおうどん、私梅のおうどん大好きなので、つゆに混ぜたりして食べたいなってすっごく思いました。いいね。エース料理も得意だからさ、結構いろんなアレンジできそう。確かに、ね、はなちゃんはどう？私エースに作ってもらいたいなって思うやつがあって、梅のパスタ。ああ、美味しそう。いいかも。大葉と一緒にエースにぜひ作っていただきたいなって、はい、作りたいと思います。絶対美味しいと思う。美味しいですよ ね、 ね、作ってもらってください。いいな。さあ、この紀州南高梅完熟つぶれ梅 500g 入りのパックをドドーンと4パック、
食べ応えたっぷりの 2kg セットにして、お値段なんと税込み5400円です。1キロ6000円はくだらない贈答用クラスのこの高級品が2キロで5400円と、もうまさに破格のお値段です、うん、すごい。そう、またこのお得な倍の4キロセットもご用意しています。すごい、お得すぎるでしょ。いいんですかね、本当に頑張りました、ね、こんな美味しいのにねえ。紀州南高梅完熟つぶれ梅、気になった方はぜひ日本直販オンラインショップをチェックしてください。インターネットで 666-666 と検索すればトップに出てきますよ。一ノ瀬さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツ。どこかで来ようてが、日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツ。あっという間にエンディングのお時間です。ねえ、かなみんせエース、初回収録いかがでしたか？最初はすっごく緊張したんですけど、でもこうやってお話ししていくうちにすっごく楽しくなってきて、皆さんに私たちのキャラクターが伝わるトリセツにまさにふさわしい、いいですね、収録になったんじゃないかなと思います。ハンナちゃんは？はい、私は初めてのラジオですっごい緊張したんですけど、この2人とそして一ノ瀬さんとやれてすっごい楽しかったです、よかった、はい、私もやっぱちょっと初めての冠番組で MC をもう務めさせていただくなんて、本当にもう大丈夫かなってすっごい不安だったんですけど、すごいもう2人もね、もういっぱいあとサポートしてくれて、一ノ瀬さんももうたくさん優しく支えてくださって、しかもね、こんなに美味しい梅まで食べさせていただけて、いいな、もう最高な初回収録になりました。本当にチョコの MC 素晴らしかったです。素晴らしいです。本当にじゃあまだ MC の座はね、ちょっと揺るがない。そうですね、でもこれから私たちも頑張っていきたいと思ってますよ、はい、負けないぞ日本直販さん、これからも末永くよろしくお願いします。番組ではリスナーさんからのメッセージを募集しています。携帯アプリオーディの日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツ、番組ページのメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でトリセツ_TFM、 ポストするときはハッシュタグWS トリセツをつけてくれると嬉しいです。ホワイトスコーピオン各メンバーも X、 インスタグラムをやっていますので、こちらもぜひフォローしてください。番組終了後21時30分にオーディに本編では話しきれなかったトークもアップされるので、そちらもぜひお聞きください。ということで、ここまでのお相手はホワイトスコーピオンのチョコとエースとハンナでした。お聞きいただきありがとうございました。バイバイ。日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツ。この番組は日本直販の提供でお送りしました。ホワイトスコーピオンのチョコとエースとハンナです。こちらは毎週土曜日夜9時にお送りしている日本直販プレゼンツ、ホワイトスコーピオンのトリセツの本編では話しきれなかったトークをお届けするオーディ限定コンテンツです。せっかく用意したのに時間が足りなくて話せなかったというトークをここで話して供養する場となっています。じゃあ話したい人、じゃあはい、お、エース、私話したいと思います。うん、さっき、その、放送の方で、私たち自己紹介をしたと思うんですけど、チョコだったら、あざとかわいい担当っていう、はい、ホワイトスコーピオンの中での担当があると思うんですけど、私とハンナは、その担当がありますっていうふうに言っていなくて、でも私は模索中ですって言ったんですけど、
みんなからしたらどうなのかなと思って、確かにそういった話をしたいなって思いますね。でもさ、やりたいこういうのがいいなみたいなのもないの？そうだね、でもやっぱみんなから見たそのイメージが必要なのかなって思うの。じゃあアイディアなどなんかちょっといただければなと思うんですけど、でもやっぱりその美容にすごいこだわってるから、結構美容番長でもいいかなって私は思ってるけど、どう？嬉しいかもしれない、それいいですね。ハンナはどうかな？私は名前にエースって書いてあるから、エースのエースですなるほどね、もうグループのね、そ自分で言っちゃうんだね。でもすごいよね、自己紹介の時にさ私はホワイトスコーピオのエースですって自分で言っちゃうんだ結構だね。でもありがとう、参考にします。じゃあ逆にハンナちゃんの担当、なんかキャラクターとかなんかある？そうだね、どういうキャラがいいとか。ハンナはいつも自己紹介の時に最年少、最高身長って言ってるじゃん。そうだね、でも担当って言ったらやっぱりホワイトスコーピオンの圧倒的センターなんじゃないかなって思うんですけど、ね、どうでしょうハンナ。いいと思いますよ悪くない悪くないけどセンターのハンナですって、なんか恥ずかしいです自分で言うのもね。じゃあ私たちがもう紹介してあげればいいんじゃない。そうだね、こちらはホワイトスコーピオンのね絶対的センターです。そしたらどう？いいです、 お願いしますよ。よかった。しかもメンバーカラーもレッドだからさ、そうね、もうやっぱ戦隊ものとかでも絶対レッドはもう絶対的センターだから。そうだよね。でもヒロインのピンクもこちらにいらっしゃいますよ。そうですね、ピンクででもライトブルーも結構なんか可憐なお姉さんのイメージあるかも。本当に、でも爽やかな色だよね、お気に入りです。結構みんなメンバーカラーもぴったりなものになってるかもね、そう思うと。もメンバーカラーどうやって決まったとのことなんですけど、私たちその最初にまず希望をね一回言ったんだよ、出したんだよね、しかも生放送の時に それぞれ希望を出して、で被ったところはくじ引きで再抽選っていうドラフトだね。ね、一発で決まった人いるこの中で？でもチョコとハンナは希望色なんじゃなかったっけ？あ、そうそう、希望色を無事に、で私も一応最初はレッドを希望したんですけど、ちょっと再抽選っていう形になっちゃったので、まあずっとオーディションから使用してたそのライトブルーになったんですけど、今は結構みんなぴったりでお気に入りなんじゃないかなって思うんですけど、ね、なんか結構さ、みんなあの普段の私服にもメンバーカラー取り入れるようになったりとか、ね、だから結構これからもなんかもしできたらだけど、なんか衣装とかのワンポイントとかでメンバーカラー取り入れられたら、結構ファンの方も見つけやすいのかなって。確かに、ちなみに今チョコが着てる服も、あ、そうだよ、ピンクですよね。ピンク着てますバッチリピンク着てます。こんなところでも出ちゃってましたね、来週の出演メンバーはアリーとアオイなんですけど、なんか伝えたいこととかありますか？でもきっと二人とも緊張してここに来ると思うんです。だからあまり緊張せず楽しく、アオイとアリーらしく頑張ってほしいなって思います、そうだね私は一個ちょっと後悔したのがあって。お、何何？あの家で発声練習をしてこればよかったなって確かに思ってるので、その二人にはぜひ発声練習してもらいたいなって思います。そうだね、やっぱり最初からもうフルスロットルで出せた方がね、そうね、いいもんねそれでは日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンの取説は毎週土曜日夜9時放送中です。ということでバイバーイ。